宇宙人や UFO に関する話題は昔から私たちの興味を引きつけ続けています。先月8月31日米国防総省の全領域異常対策室が未確認飛行物体などの未確認異常現象に関するホームページを開設し話題になったばかりですが、今月18日メキシコの医師らによって地球外生命体とされるミイラ化した白いミイラの CT スキャンや X 線などの検査結果が発表されました。2017年にペルーのナスカの地上絵近くで発見されたこのミイラは、前方に突き出た形の頭蓋骨を持ち、手足が長く、指は3本になっており、当時オカルトニュースとして取り上げられました。9月12日にメキシコ議会で宇宙人として公開されましたが、科学者や考古学者らは見せ物や商業目的で人や動物の骨を組み合わせて作られたものだと指摘していました。しかし18日メキシコの医師らは CT スキャンや X 線検査を行った結果、頭蓋骨と首は結合しており、組み立てられたような人工的に操作された痕跡はないとの見解を示しました。さらに炭素年代測定の結果、約1000年前のものであることが確認されています。1000年前といえば、日本では平安時代中期、藤原氏が政治を独占し、枕草子や源氏物語が完成したとされるこの時代、同じ地球上に地球外生命体が存在していたことになるのでしょうか。本物の宇宙人だと断定されたわけではなく、まだまだ否定派もおり、今後も論争は続いていきそうですが、進展があり次第ご紹介していきたいと思います。